若松島は五島列島を構成する島の一つである。五島列島では4番目に大きな島で、奈留島と中通島の間に位置する。全島が長崎県南松浦郡新上五島町に属し、人口は2010年国勢調査確定地時点で1661人。全体は有事型に例えられるが、五島列島の他島と同じく海岸線は、 複雑なリアス式海岸である。最高峰は北東部の鳥越山で標高339.2メートルだが平地に乏しく丘陵地が海岸まで迫り高さ100メートル近い海食崖もある。南は五島灘、北は津島海峡に面しており、鳴島との間は滝ヶ原瀬戸、中通島との間は若松瀬戸である。なお若松瀬戸には 霧の小島、上中島、下中島などの小さな島が点在する。豊かな自然が見られることから、島の北部と東部の広い範囲が、西海国立公園区域内である。植生は、商用樹林でし、椿などが多いが、海岸性の浜郷、浜坊、南方系の先島不要、浜人町、瑠ハ運べ等も見られる。地質は北部に、砂岩、低岩を、おもとする。 第三基層の大石岩、後藤層群が見られるが、南部は、流門岩、石英半岩など火星岩が見られる。北西の両西浦島、有福島、肥島とは1979年に橋と堤防道路が開通。さらに、若松瀬戸に1991年に若松大橋が開通したことで、上中島を経由し中通り島まで陸路で行けるようになった。 若松大橋により、中通島の奈良尾港や有川港から陸路で通行できる。奈良尾港から若松港、若松港から東内各所へは、西小江自動車が路線バスを運行している。船便は、五島旅客船が福江島、鳴門から定期船を運行し、若松港や島の南部の土井の浦港に発着している。2014年7月6日までは、野茂商船。 博多福江航路の下り便が若松港に寄港していたが、翌7日から船舶、太古が代替されて若松港に寄港しなくなった。古くは西島、梅又島、狩又島と呼ばれていた。福江藩時代の安永元年に大村藩の外目地区よりキリシタン16個70名が移住し、現在も北部の太平教会、南部の土井の裏教会があるほか、 明治期の迫害の際に神徒が隠れ住んだキリシタン洞窟が残る。中世引く近代は、島の西部は日島村、島の東部は中通島西部と合わせて若松村であった。1956年に2村が合併して若松町が成立、さらに2004年に5町の合併で新上五島町の一部となった。起伏が激しく平地が少ない地形のため、 基幹産業は漁業である。リアス式海岸で波静かな港があり、沿岸漁業も養殖業も行われている。ありがとうございます。